さて、はい、バイク対バギー、バイクは KSR80 ですね。ツーストの速そうなやつです。で、バギーはこちらですね、フォーストの 90cc マングースっていうやつなんですけども、すごくこの中では今日揃ってるバギーの中ではですね、初めての人でも乗れるぐらい、遅いやつです。はい、さあこれですね、バトルしたらオーバルコースでどっちが速いでしょうか。さあ皆さん、さあハッタハッタ、どっちが速いか、こっちか KSR かマングースか、さあどっちだ。はい、一旦ここで動画止めてもらって、どっちが勝つかをコメント欄に書いてくださいね。はい、後からそれ訂正しちゃダメですよ。はい、一回止めてください。はい、止めました。はい、書きました。はい、じゃあやってみようと思いますよ。はい、最初にこちらで走ります。で、そこにマングースで割り込んでもらって、僕がマングースに追いついたら僕の勝ち、マングースが僕に追いついたらマングースの勝ちです。はい、まず私がコースに入ってスピードが乗ってきたあたりで、あちらのマングースに乗るのはカズさんです。はい、あんなね、フォーストのね、あんな重たそうな四輪なんかね、90cc ですよ。まだ僕のこのね、ツーストちゃんの方が絶対速いに決まってますよね、皆さんね。よし、言わしてやるぞこの野郎。ちょっと一言いいですか。あ、本気出してませんよね今ね。本気本気。いや、何割ぐらいですか。マジ本気。絶対嘘だし。なんかこっちから見るとなんか今日はいい天気だなみたいな感じで走ってらっしゃるんですよね。これリミッター引いてるから。はい。あんまり。リミッター引いてるやつに負けだ。やっぱ四つ葉の方がカーブはね。はい。うん、タイヤ4個には勝てません。うん、このサイズでも無理でした。はい、これリミッター効いてるやつで、効いてないのもあるんですか。あ、内緒なんですか。別にいいんですよ。早いですよ、そうしたら。早いですね。いや、まあネタバレすると関係者用にある、あるはあるんですよね。で、これはお客さん用なんで、出力は抑えてます。はい、それでも十分に結構僕が真面目に今日一日練習して、走ってたんですけど、皆さんが初めての人が乗るやつの方が早いんですよ。じゃあもしよかったらですね、リミッター効いてないやつで模範走行を見せてもらえないですか。マリオカートをイメージしてください。リミッター効いてないやつは今あるの。マリカーみたいなやつあるんですか。ありますよね。さっき走ってたじゃないですか。あれだ。はい。ここだけ。あ、もうやってある。じゃあぜひ模範走行見せてくださるそうです。さあ今1号機がリミッターカットして、はい、どうなるんでしょう。ここはシアル。Thank you.
4個目いやー早いっすね、やっぱタイヤ4個ついてると。パワーがあってもトラクションがかかんないから、はい、さほどさほど速くないけど、やっぱ二輪勝てないですね、はい、まあ僕が乗ってるからかもしれないんですけどいやいやいや、そんなこと、いや、やっぱ四つ葉でしょ、うん、圧倒的ですわ、やっぱ、うん、そうですねいやどうですか皆さん、なんとカズさんはあのバギーを始めて今日で3日目なんですよ。それでもこれだけ乗れるようになっちゃったっていうですね、はい、嘘です、はい、長年乗ってらっしゃる方です、はい、ロージーレジャーランドで、バギー体験、はい、45分で平日4000円ですかね、やっておりますので、はい、もしよかったら二輪の方は4500円ですね、はい、やってますので、遊びに来てもらえれば、9時からですよね、9時から4時まで夕方ぐらいまで、夕方ぐらい、あの適当に、はい、あまり遅いとですね、あのオーナーさん飲んじゃうんで、そうですね、ダメなんですけど、はい、明かりうちはやってます、はい、はい、というわけで、皆さん遊びに来てみてください、はい、どうもご視聴ありがとうございました、はい、いや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 、これはね、もうね、この鮮やかな走りならね、俺が追いかけてやると言ってます。そりゃあ、おーいおーいし、おめろーいし、おおお、早い早い、はい、早いけどバギーも早い。おっと、一進一退が続いている。コーナーではやっぱりわずかにバギーが早いが、ストレートではシアレフが追いつく。おっと、リアが流れたか。しかしまたそこでバギーが詰める、バギーが詰めるが、またシアレフが、これあのあれですね、千日戦争バージョンで、あの勝敗つかないパターンですよね。体力が尽きた方が負けですねこれね、はい、今日一日中宮城さんはあの二輪のレクチャーで走り回った後です、はい、いやこれはね勝負なかなかつかないけど、あっとちょっとバギーが追い上げてきたか、おっと、ああ滑る、やっぱりね、うん、これはでも集中力と体力の勝負のような気もするけども、すごい路面がもう、はい、私がついちゃって、ちょっともう一回練習するかな、もう一回練習する、負けず嫌いだ。負けず嫌いだから練習してまたリベンジを決め込む。さあ2回戦目です。さあ1回戦目はフロントが流れてしまうということで、集中力体力とかに尽きてしまったが、2回戦目は練習してからの、さあどうなることか。おっとカズさんも初っ端からドリフト、まるでマリオカート、言えてなかったマリオカート。お、少し CRF のペースが上げてますね。お、車体を、車体、いや体を大げさにバンクさせて、なこれなんとかなんとかタイヤが内側が浮き上がるのを防いでいるバギー、意外とこの遠心力に抗って、使う体幹がですね非常にこう鍛えられます。さあ CRF 頑張ってますね。あ、素晴らしい小回りです。おっとだんだん距離詰めてきたか。あ、しかしやっぱコーナースピードでバギーの方が上げている。さあこれはいつまで続くんですか。お互い2人がバターになるまで続くんだろうか。はい、体力が尽きて、しまいましたので、はい、二輪を狩る宮城さんのギブアップということになりました。はい、あでもこれあれですね、2人ともなかなか勝負つかなかったですね。最後はあの小さく、はい、インチキをして、いやいやすごく小さく回ってるとその瞬間ぐっと縮まるのが見て分かりました、はい、もう体力は無理です。はい、というバギーも疲れるから、バギーも体幹疲れますね。
バイク代表です。あ、バイク代表頑張りました、はい、皆さんのパタキを打ちたかったんですが、今回の2回戦の消費カロリーは190キロカロリーとなっております。はい、ヘロヘロです。ダイエットにもぴったりですね。はい、ありがとうございました。